こんにちは、プロトリフチャンネルです。ヒューケラ、カラーリーフの代表的な植物になっていますよね。最初はこのように綺麗なヒューケラも半年、1年経ってくるとこのように茎が立ち上がってしまってわさび状になってしまうということがよくあります。このままでは生育もだんだん悪くなってくるので、リフレッシュを兼ねて植え替えをしてほしいということです。ちょっと抜いてみます。もう根がしっかりと入ってますから、ほら、こんなにしっかりと根が張っていてなかなか崩れません。ですので、こう丁寧に根を崩してもらって、草花用の培養土でいいので新しい植木鉢に植え替えをしてやりましょう。まずはリフレッシュのためには土を崩して一回りぐらい大きな植木鉢に植え替えるということをしてください。